味で2019年頑張りますよ。どうもバッキーです。さあ今日はですね、久々のステーキタケルに行こうかなということで、今年2019年一発目のタケルでございます。今日はちょっと夜なんですけども、いつもお世話になってる上野でございます。最寄りは御徒町駅でございます。やっぱこの看板を見るとね、タケルだなっていうね。2019年1月、今月の限定はこちらだ。炭塩カルビステーキでございます。これは黒いね。ワンポンド1000円はもう売り切れか。やはり上野店はね、テーブル席があるんで。先も2回目だよ。そうですね。なんか前秋葉原で行ったんですよ。いや、さすがワッキー TV の編集をする、もうしっかりとね、タケルは味わったということで、まあ、僕は当然今月限定の炭塩カルビステーキいただきたいと思います。ちょっとハラミ行きたいですね。ハラミ、このハラミうまいからね。で、あと大阪の店舗限定だったやつが上野店限定でフィレステーキ祭りやってるみたいですね。どうぞ。うわ、うまそう。お肉した味のみなんで調味料いろいろとお好みでどうぞ。はい、ハラミうまそうだね。付け合わせがポテトが変わった。人の頼んだやつってうまそうに見えるよ。確かに。どうぞどうぞ。先に僕はコンソメスープを飲みながら待ちたいと思います。温まるね。いやいいねいいねいいね。どうすか。ピライスです。どうぞ。はい、ありがとうございます。お料理も頼まないとお待ちいたします。ハラミ見ながらサラダ食べよう。ドレッシング、サラダもご飯もね、おかわり自由ですから、まあ、夜は別料金になっちゃいますけどね。失礼しますが、お待たせいたしました。炭焼きカルビステーキ、ワンポンドでございます。どうぞ。お味にお気をつけください。うまそう。炭の香りがたまらないね。前は黒系のステーキはサーロインだったんですけどね、今月はカルビということで、ね、一口サイズに切れちゃったので、またカルビいただきます。うまそう。うまいね。タケルの黒系はね、もう味がついちゃってるから、炭の感じとあと塩の旨味がね、肉に染み込んで、ちょっとバターもね、バターがとろけるとろける。いや、なんか2019年ようやく迎えたなって感じ。うん、サラダと一緒にね。ご飯おかわり自由なんでね、毎回毎回いい米を炊いてくれますね。新年一発目の調味料は、まあ、ちょっと初心に帰って玉ねぎ醤油ベースのオリジナルソース。飴色なんですけど、これがいいんだよ。どうしちゃう。次はニンニクマヨですかね。もう塩かかってるけどね、これはあえて。ラストオーダーの時間になります。こっちカレーをじゃあ1個。カレーを1個、はい、はい、で今ニンニクマジオとこの玉ねぎソース食べたと思うんですけど、調味料のラスボスはこれ、タケルのタレ。カルビのお肉をこっちに移して、タケルのタレをたっぷりいっちゃったな。これですよね。このタレ使っちゃったらこれ必須なんで。このタレやっぱうまいわ。いろんな野菜のうまみとね、すりおろした玉ねぎも入ってるんでね。でもよかったら、はい、どうぞ。あー、いい、もうそれいいところいいところ。かけるの付け合わせのポテトがこれに変わりましたね。うん、インゲンは変わらず、もやしだね。肉の旨味染みてる。あ、
全部カットされてるけど、ステーキ屋だからね、カットしたいなっていう。この動作はやっておきたいなっていう。まあ、ステーキって力出るからね、経験に食べとかないと肉は。うん、でサラダをお代わりしました。脂身が多いんでね、サラダと一緒に。年も明けてね、日が浅いから、かけるの肉食べて、いいスタートをね、切りたいですよ。うん、よく力ないって言われるの？なんかか弱そうですげえ言われる。か弱そうって言われる？言われます。あ、じゃあもう肉食べないと。結局に肉を食べてるから、こうやって元気よく活動ができるわけで。肉食べないとね、力出ないからね。どんどん食べてよ。よくワンポンドだから。あ、そして最後締めはもう言うまでもありません。牛すじブラックカレー。店で食べた？これ食べてない。食べてないです。あら、もったいない。来ましたよ。いやー、これで本当の意味で2019年頑張れますよ。これすじがすげーゴロゴロだね。僕にとってはもうこれ食べたらただいまってなっちゃうんですけど、2019年明けましておめでとうございます。肉が本当にゴロッゴロ、口当たりはね、甘みが来るんですけど、後味がピリ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 ね、スパイシーな感じがね、筋肉やらホルモンとか結構入ってて、幸せだわ。どう？美味しいです。最後このカレー食べるとね、みんな笑ってる。はい、ということで2019年一発目、ステーキたけるで炭塩カルビステーキいただきましたけども、今月限定なんで機会があれば食べに来てみてください。で、あとこれ僕嬉しいんですけど、たけるのアプリできたんですよ。これ初めて登録すれば500ポイントもらえるらしいんで、初めてたける行かれる方はアプリ入れて500円引きでお肉食べてみてもいいんじゃないでしょうか。で、今年も僕の乗せてくれてるな。ここから消えてしまわないように今年も頑張ろう。